タロット。タロット、タロット、あるいはタロットカードは、遊戯や占い、タロット占いなどに使用されるカードのこと。78枚一組が最も一般的で、その内訳は1から10までの数冊、4枚の人物冊を数ととした4数と56枚の小アルカナと、空意画が描かれた22枚の大アルカナに分けられる。日本では、アルカナは、 大アルカナに比べ比較的認知度が低く、一般語のタロットは大アルカナのみを指す場合が多い。タロットの起源を古代エジプトや古代ユダヤに求める説もあるが、学問的な根拠はなく、発祥は不明である。記録上たどれる限りでは1392年のシャルル六世のタロットが最古であるがこれは現存していない。これはシャルル六世が画家ジャックマングランゴルール、 ジョックミングリンガーナーに作らせたものである。これは現存していないため現在のタロットとどの程度似ていたのか、全然違ったものだったのか、全く不明である。ついで古いのは1415年に公爵が秘書トルトナに作らせたというミンキアーテ版である。これも当時のものは現存していないが、後世に作られた複製が残っているので内容を知ることはできる。 これによると配列順や名称、絵柄が現在の大アルカナとは違っているところもあり、現在の大アルカナの枚数、順番、名称、絵柄は当時まだ確立していなかったことがわかる。現存するもので最古のものは15世紀半ばの北、イタリアで制作されたビスコンティス・フォルザ版である。これは様々な博物館、図書館、そして世界中の個人コレクションに散らばる。 約15デッッキののタロットを総称したものである。このうちには1484年の日付の入ったものもあるが、それよりも古いもので1442年から1447年の間に作られたと推測されているものも存在する。このビスコンティス・ポルツァ版はデッキごとにも微妙な違いがあるが、全体的にも後のいわゆるマルセイユ版とは図柄がかなり異なっており、番号がないために、 いわゆるダイアルカナに相当するカードの配列順番も現在のタロットと同じなのかどうか不明である。しかし現在のダイアルカナ22枚に相当するカードは少なくとも20枚はあったことはわかる。ビスコンティス・フォルザ版とほぼ同時期のもので有名なものとしてはエスペケのタロットと呼ばれるデッキがある。1442年の日付で北イタリアのフェラーラ公であった。 エステアの帳簿の中にトリオンフィ、トラインフィトライアンフと同義のカードパックを購入したとの記述に続き、その後も1452年、1454年、1461年の日付入りでトリオンフィに言及した記録があり、15世紀半ば頃にはすでにタロットカードが一般的に存在していたことがわかる。この頃、フェラーラでエステ家のために作られたと思われる。 デッキのうち15枚、うちダイアルカナ8枚がイエール大学に所蔵されている。また、パリ国立図書館にも17枚、ダイアルカナは16枚が残っており、これは1469年から1471年の間に上記のエステ家のボルソ、デステ、ボーソデステ公爵のためにフェラーラで作られたものと推測されている。このデッキの図像は上記ビスコンティスフォルザァ版とも 後日のマルセイユ版とも異なるる。図案が見られる当時は貴族や符号のために画家が手書きで描いて作成していた。この頃のタロットはまだ枚数や絵柄などもどの程度確定していたのか不明であるが、上日のもろもろのデッキの構成から、すでに構成でいう大アルカナと小アルカナが合体したものであることは推察できる。一般的には、 ゲーム用として用いられその遊びの中の一つとして、占いに使うこともあっただろうと考えられている。とはいえゲーム用でも占い用でもない部位画として干渉されたのかもしれず、正確なところは不明である。その後、16世紀頃から基本画の量産品が出回るようになり、徐々に庶民へ、全ヨーロッパへと普及していく。特にタロットゲームによるギャンブルは盛んで、 風気を乱すという理由から何度も禁止令が出たという確実なタロット占いの記録が文献に現れるのは18世紀、後日のエティナ以降のことであるフランス最古のタロットは1557年にリヨンで作られたケートリン・ジョフロイ版カッタリン・ジョフロイだがこのデッキのトランプいわゆるダイ・アルカナは図像的に見るとかなり特徴的で 後のマルセイユ版の元祖とは言い難い。いわゆる現在のマルセイユ版とほぼ同じ図像、絵柄が確立したのは1650年頃のパリで発行されたのジャン・ノブレ版が最初で、これが遡り得る限りでのマルセイユ版の元祖と言い得る。マイケル・ダメットによると最古のタロット占いの記録は18世紀前半の タロット占いのやり方を記した手書きのシートである。この記録によれば、タロットカードには、それぞれの意味が一枚ごとに割り振られていたようであるが、当初はもっぱらゲームに使われていた。この系統のタロットは、18世紀頃には、ミラノあたりでも生産されたが、当時一大生産地となったマルセイユにちなみ、マルセイユ版タロットと呼ばれる。この頃はまた、ちょうど、 フランス革命前後の不安定な社会を背景に、占い師、エッティラが活躍していた頃に重なり、タロットを神秘的なものと見る風潮が高まって、占いにも多用されるようになっていく。が、太古の世界を表し、タロットのエジプト起源説を唱えると、それに触発されて、最初の職業タロット占い師でもあるが、新解釈のタロットを作り出した。エッティラは、 上記のカード占いの方法を使って最初の体系的なタロット占い術を編み出し1783年から1785年にかけてタロットと呼ばれるカードのパックで楽しむ方法を出版した。彼はジェブランを信奉しエジプト起源説によってタロットに神秘主義的な意味付けをした。またタロット占いに初めて逆位置、リバースという解読法を加えたほか。 小アルカナの4ツートに4大元素を当てはめるなどし、さらに初めてタロットと先生術を具体的に結びつけ、大アルカナから3枚を除いた19枚に7、惑星や十二星座との関連を与え、気上の先生術という一面をもたらした。これらのタロット大革命により、エッティラは事実上、現代につながる神秘主義系タロットの回祖となった。また、それとは別に、 タロットの順番が長い歴史の間に誤って伝わってきたと主張して独自の考えに基づいて大幅なカードの順番入れ替えと絵柄の変更を行い初めて占い専用でしかも美麗なオリジナルデザインのエッティラ版タロットデッキを作成したこのデッキはヘルメス哲学、錬金術、旧約聖書、ヌメロジーなども取り込んだもので後に 数多くの独創的なオリジナルタロットが創作される講師となった。フランスでは一時期はタロットといえばエッティラ版が主流となり、一般のマルセイユ版をほとんど駆逐してしまったこともあった。この後、1854年にはエリファスレビが高等魔術の競技と儀式を表し、タロットとカバラ、ユダヤ神秘主義との関係を体系化し、その中で、 大アルカナ22枚とヘブライ文字22文字の対応関係を改めて主張した。ナポレオン3世に使い一世を風靡した有名な占い師エドモンはこのデビの説に基づいたオリジナルタロットを使用していた。続いて1889年にとともにバラ十字カバラ団を設立したはカバラの基本文献である 形成の書のヘブライ文字と世界の構成書要素を対応させる思想に基づき、各カードを介して、ヘブライ文字を7惑星、12星座と対応させた。小アルカナについてもカバラの造意を配当した。すなわちワンドカップソードコインのスートに、それぞれ、ヤファウェの名前、YHVH、さらに各スーの1から10までの数冊に、生命の木におけるケテルから丸くとまでのセフィラを、 関連づけた。またパピュスは、神秘主義的タロット論、ジプシーのタロットを表したが、同書に付された二十二枚のタロットは、スタニスラスドがいたので死の、オスバルトビルトの作画であった。これは、レビア、パピュス、ガイタ、そしてウィルトラの説に基づいて、ヘブライ文字と対応させた、最初のタロットでもあった。ここまでの流れはすべて、フランスにおける展開であったが、 フランスでの潮流に刺激され、英国でも、デビのカバラ的解釈を継承する、魔術結社、黄金の夜明け団が生まれ、この系統から後に、いくつかの名作タロットが生まれた。黄金の夜明け団では、タロットとヘブライ文字との関係づけ、タロットと七惑星、十二星座との関係づけも、改めて言った上、小アルカナについてもワンドカップソードペンタクルに、 カバラの創生論におけるアツルと、ブリアー・イエツラー・アッシャーの4つの世界を、キング・クイーン・ナイトページには、コクマー・ビナ・ー・ティファレト・マルクトのセフィラと4大元素の日、水、風、地を当てはめている。タロット氏の第2の革命は、アーサー・エドワード・ウェイトの黄金の夜明け団の解釈を、元にデザインした、ウェイト版タロット、ライダー版と呼ばれることも多いである。このデッキは、 単調な数冊であった小アルカナすべてに絵柄を与えるという創作を加えた。これが多くのタロット愛好家に受け入れられ、ちょうどかつてのフランスで一時期はタロットといえばエッティラ版を指したように、一時期の英米ではタロットといえばウェイト版を指すほどであった。現在の多くの創作タロットも数冊に絵柄を入れる場合はウェイト版のアイデアに準拠することが多い。またこのデッキは ダイアルカナの8番と11番を入れ替えていた。またこれまで、愚者のカードは番号が与えられていないか、22番であったのを0番の番号を与えた。しかし、ヘブライ文字の表記自体はカードから消し去っている。他に、黄金の夜明け団の系統としては、アレスター・クローリーがデザインしたトートタロットも名作とされている。こちらは8番と11番のカードの位置は、 伝統的な配置のままである。タロット市の第三の革命は1972年英国のアルフレッド・ダグラス版と呼ばれるタロットの出現である。このデッキはライダー版、ウェイト版に準拠しつつもシンプルで力強い大胆なデザインと原色を貴重とした鮮やかな色彩で人気を博した。これより以前、エッティラの昔から 一過ことを思った神秘家たちが、おののの自説に基づくオリジナルタロットを出版することはよくあることだったが、現在のように魔術系タロットのみならず、考えうるあらゆるものをモチーフとし、自由なアイデアを盛り込んだ多くのオリジナルデザインのタロットカードが無数に創作されるようになったのは、このアルフレッド・ダグラス版の大ヒットから始まったことである。これ以来、 映画、007死ぬのは奴らだの小道具として、創作された、007タロット、ヒンズー教のタントラに基づくタロット、ダーキニー・オラクル、日本風の、浮世絵タロット、不思議の国のアリスのタロット、サルバドール・ダリがデザインした巨大サイズのタロット、ユング心理学に基づく、ユングのタロット等、多くの名作タロットが誕生した。まさに、アルフレッドダグラス版構想が現代タロット文化の、 繁栄をもたらしたのであり、現在も珍奇で多彩かつ斬新な数々のタロットが世界中で次々に生み出され続けている。大アルカナ、メジャーアルカナ、22枚と小アルカナ、マイナーアルカナ、56枚の2種類があるが、小アルカナはカードゲーム以外ではあまり使用されないため、市販のカードには大アルカナのみのセットも多い。一組のタロットカードのセットを デッキという、詳細については、ダイアルカナを参照のこと。1、例は、番号無表示の場合もある。もともとは、番号が割り当てられていないか、22であった。英国のウェイトが初めて愚者を例番としたとの説があるがこれは誤りで、正しくはジェブランである。2、マルセイユ版など、伝統的なものの場合、ウェイト版の影響を受けたタロットでは、バイブと、 くさい逆になっている。3、サーティンは、無記名の場合あり、項目章あるかなも参照。以下の4種類に対別され、それぞれ1から10ページ、ページナイト、ナイツクイーン、クイーンキング、キングで構成される。ヨーロッパ大陸部では、タロットは現在でもゲームに使用されている。トランプと同じく様々な遊び方があるが、 多くのゲームではトランプのトリックテイキングのルールに従う。特定のカードに特典があるポイントトリックゲームである。特にフランスと旧ハプスブルク君四国諸地域、中央ヨーロッパのオーストリア・ハンガリーなどの諸国で盛んであるが両者でカードのデザインやルールがかなり異なる。フランスでは78枚のカードがそのまま使われる。切り札以外の数とは トランプと同じスペードハートダイヤクラブで、ジャックとクイーンの間に、騎士、カバリエ、略号、C が加わるため、56枚になる。切り札は1から21の番号が付いており、番号の大きい方が強い。そのデザインは、オカルト用のダイアルカナとは、全く異なっている。1イコール個人の狂気、2イコール幼年、3イコール青年、4イコール壮年、5イコール老年。 6イコール朝、7イコール昼、8イコール夕方、9イコール夜、10イコール地、風、11イコール水、火、12イコール踊り、13イコール買い物、14イコール狩り、15イコール絵、16イコール春、17イコール夏、18イコール秋、19イコール冬、20イコール遊び、21イコール集団の狂気。 ゲームをプレイするにおいては番号のみに意味がある。愚者のカードは L エ,エクスキュースと呼ばれ、通常はマンドリンを持った同化手として描かれている。ゲームの上で切り札とは異なる独特の特徴を持つ。中央ヨーロッパでも数とはフランス式のスペードハートダイヤクラブになっているが、トランプのスカートと同様、定位の数字冊が存在しない。また、愚者は、 最強の切り札として扱われ、フランスでのような特殊な役割は持っていない。オーストリアでは通常54枚で切り札22枚とそれ以外32枚、絵札16枚と行為の数字札16枚よりなる。数字札は黒い数とスペードクラブでは数字が大きいほど強く、KQCJ1987 赤い数とダイヤハートでは数字が小さいほど強い。 KQCJ1234? これは、ウンスン、カルタにも見られる古い特徴である。40枚しか使わない地域もある。切り札の2.3を使用せず、数字札は黒いスートの10と赤いスートの1しかない。K にヒルフェンというゲームでは、切り札の1.23.4は、ボーゲル、鳥と呼ばれ、特別な役割を持っている。イタリアでは、ラテン式スートが保たれており、数冊は、 中央ヨーロッパと同様に、スートによって強弱の順序が異なる。切り札のデザインも伝統的なデザインに近いが、順序はかなり異なっていて、天使イコール審判が最も強い。フランス式と同様に、愚者は通常の切り札とは別の特徴を持つ。以下はフランスの公式ルールに従って述べる。原則として4人で遊ぶ。 ゲームは半時計回りに進行する。競りと最初のトリックのリードはディーラーの右隣から始める。ディーラーはプレイごとに半時計回りに移動する。主札は18枚で残り6枚は伏せておく。この6枚を遅延犬と呼ぶ。競技者は順に競りを行う。すなわち自分が立つことを宣言するかパスする。宣言の種類は以下の4つのレベルがある。 レベルの高い宣言はそれ以前のレベルの低い宣言にかつ。競りに勝った宣言者は一人で残り三人の連合軍と戦う。支援を使用する契約の場合、宣言者は支援を表返してから手札に加え、代わりに不要な六枚を裏返しに出し、切り札は出してはならない。それからプレイを始める。実際のプレイは通常のトリックテイキングのルールに従うが、 リードと同じスートのカードを持っておらず、かつ、切り札を持っている場合は、切り札を出さなくてはならない。また、切り札を出す場合は、場に出ているすべてのカードに勝てる切り札を持っている場合、それを出さなければならない。勝てる切り札がない場合は、どの切り札を出してもよい。切り札もない場合は、任意のカードを出してよい。愚者は、トリックテイキングのマストフォローのルールに従わず、いつでも出せる。 愚者は通常最も低いカードなのでトリックに勝つことはできないが、愚者のカードはそのトリックに勝利した人ではなく、カードを出した人のものになる。各カードはランクにより異なる点数を持っている。切り札の1.21及び愚者の3枚はウドラースと呼ばれ、1枚あたり4.5点。それ以外はキングが4.5点、クイーンが3.5点、騎士が2.5点。 ジャックが1.5点、それ以外が0.5点となる。全部のカードの点数を合計すると91点になる。最終トリックで切り札の1が出た場合は、追加点10点がそのトリックに勝利した側に与えられる。取らなければならないカードの点数には基本点があり、ウドラースがなければ56点、1枚なら51点、2枚なら41点。 3枚なら36点になる。宣言者が基本点以上の点数を取ったら、宣言者の勝ちとなり、残り3人が点を宣言者に支払う。点数が基本点未満ならば、宣言者が残り3人に点を支払う。支払う点数は、25基本点との差の絶対値。最終トリックで、切り札の1が出た時の追加点、宣言により1点に4.6のいずれかとなる。 全部のトリックを取った場合、グランドスラム200点のボーナス点が入る。あらかじめ宣言しておけば倍の400点になるが、宣言しておいて失敗した場合は200点を支払わなければならない。最初に配られたカードの中に切り札及びシャが10枚以上、あったら20点、13枚以上なら30点、15枚以上なら40点のボーナス点が入る。このボーナス点を得るには、 最初のトリックで自分の番が来た時にあらかじめカードをさらして宣言しておく必要がある。なお、カードをさらしておきながらプレイに負けた場合はカードをさらした側のメンバーはそれぞれボーナス点を逆に相手に払う必要がある。フランス語や英語ではタロットの語尾の t を発音せず日本語のタロに近い発音となるが日本語では語尾の t を発音しタロットと呼ぶのが 一般的である。ちなみに多言語では、タロッキ、単数型は、タロッコ、タロックとなっている。タロットの語源は不明である。タロットは、占いとしての完成度の高さから、様々な派生品を生み出す要因にもなっている。イ泉ズ一、タロット大全。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。